こう行っちゃった。あれは違うか。じゃあ違うのか。車の横にモーマと。ねえ、書いてあったよね。ただいま9時40分。ここでシャトル、リブリアまでのシャトルを、ピックアップしてもらう予定です。1人9ユーロという安い状態ですね。この角で待っててくれるってことですけれども、ホテルのこの角で、待ってるわけです。どっちから来るのかな？右側通行なんでよくわかんないんですけどね。日差しがめちゃくちゃ、風はすごい冷たいんですけど、日差しがめちゃきついんで、もう完全防備でしてますね。お腹が出っ張ってるわけして、太ってるわけではありませんと。日差しがとてもきついです。顔、焼けてる？出るか分かりませんけど、まあ、もうすぐ来ると思うので、待ってます、すごいですね。日差しが本当強いですね。紫外線強そう。40分になるの、30分にね、こう出てるはずなんですけど、そんなかかるんでしょうか。暑いな。どうなってんだろう。忘れられたんかな。あれ行っちゃった。行っちゃった。向こう行っちゃった。をまず預けます。コインロッカー、あちらですね。朝通りやったんですけれども、41番入れるっていうんですけれども、41があれが LL サイズでもって全然空いてないんですよね。今のりさんは駅員さんに聞きに行きました。バリーンさん来たんですけど、のりさんがカード持って行っちゃってるんで、もう投資ないですね。預けられまして、今度は町へと出かけます。これから旧市街の方へ行きたいと思います。静かな駅です。歩いてみます。駅からですね、お城の方へというのを買ってます。はい、日陰は涼しいです。日向は暑いです。極端ですね。正面がお城です。で、ケーブルカーを見ますね。ここで、橋がありますね。これからケーブルカーに乗っていきますか。すごいですね、なんか広場がいかにも。いかにも一応っていう感じです。すごいな。いかにもですね。こっちは野菜とか、すごい豊富ですね。書いてある書いてある。あそこだ。そっか。
これ見ますね。並んでるね。うん。結構あるよね。うん。あら、もう着いたのかしら。うん。シェアね。ここに地図があるわ、地図、日本語のパンフレットがありまして地図をもらいましたけれども、うん、のりこさんは、カフェで一休みして、私はちょっとこの上のあの塔を目指したいと思います。なんだ、残るつもりが降りていく。チャペルでいいと思うんだけどな。違うのかな。これ塔はどういうんだ、あっちに行くのかしら。わかんない。ビューイングタワーへと向かってますけれども、
ですよ。Mislim, da ga je velas dobil njegov prednik Rudolf Habsburški, potem ko je premagal češkega kralja Otokarja II. Pšemisla. Kmalo je uvidel, da tista podrtija ne bo služila svojemu namenu. Odločil se je stari grad podreti in zgraditi novega, večjega in mogočnejšega. To si je zlahka privoščil, saj se mu jaz, Helena Eleonora Portugalska, v zakon prinesla zajetno doto. Tudi v razcvetu Ljubljana. Še posebno tujce se radi ustavlja tukaj. In ob semanjih dnevih se prodaja blago iz Hrvaške, Mačarske, Italije, da sploh ne omenjam ostalih avstrijskih dežel. Količiva ですね、にぎやかですね。聖ニコラウス大聖堂へと向かいます。領事が分かんない。向こうから来たから向こうから来たから向こうから来たから。お、空いてるのかな。押してみるもんだね。なんか複雑回帰な橋ですね。よくわからない橋です。何がどうなってるのか。正面が、あの、教会です。シルベニアが生んだ有名な詩人らしい。あ、そうなの。この広場です。ルブリャナの駅に戻ってまいりました。あと1時間ありますけどね。